買い物中の皆様、ちょっと耳を拝借いたします。千曲市議会議員の児玉真一さん、皆様の尊敬を集めているあの児玉真一さんが、皆様の税金で、私たちの税金で、公費でお酒を召し上がっていらしたという件、皆様ご存知でございましょうか。これはね、私も聞いてびっくりしましたが、事実であります。平成24年10月26日、26年10月30日、27年10月27日、28年10月3日と、市議会議員の児玉真一さんは皆様の税金で宴会に参加していたという事実。これは信濃毎日新聞も千曲衛生施設組合議会の歓送迎会という名目で長きにわたって恒常的に支出されてきたのだと報道されています。で、これで、ね、住民監査請求もされまして、そんな議員がね、お酒を飲むために私たちが真面目に納税したんじゃないんですから、きちんと市民に返してくださいという住民監査がされましたが、受理しなかったのが児玉真一、監査員税金でお酒を飲んでいただけではなく、今までその資質、監査員として見逃してきた。そして住民監査請求があったら不受理にした。誠に残念、至極の行いをなされている方、それが児玉真一さんです。あなたはお酒を市民の税金で公費で飲んでいたという事実、過去何度も何度も公費でお酒を飲んでおられる、そのわけは一体何だったんですか。きちんと市民に説明責任を果たしていただきたい。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。今市民から力強い応援もいただきました。ありがとうございます。私たちの税金でお酒を飲んでいた児玉真一市議会議員、なぜ私たちが真面目に働き、納めた税金でお酒を飲んでいられるんですか。お酒は美味しかったですか。私たちは税金でお酒飲むなんてことできないんですよ。なんでそんなことができたのか、きちんと説明責任を果たしていただきたいとお願いにやってまいりました。そしてまだに市民に対して何の説明責任も果たさないのか、良かったのか悪かったのか、はっきり認識を示してください。そして悪かったと思うなら、市民に対して何らかの反省の言葉、謝罪の言葉あるべきではないですか。税金から出されている、そのあなたが飲んだ美味しいお酒のお金、早く返していただけませんか。自主返納すると決めましたよね。議会が2月22日決めましたよね。あなたもう返されましたか。返してないんですか。それすら私たちには聞かされていません。新一市議会議員、早く返してください。私たちのお金です。早く説明してください。児玉真一市議会議員、あなたのこれが職務です。